はい、どうもゆたです。本日は、久々に作業動画ということで、まあ、スバル車の泣きどころというか、あるあるっていうのと、まあ、ちょっと本当に一歩間違うと危ないというか、車燃えるんで、絶対に交換した方がいいパーツです。っていうのも、パーステオイル、パーステフルードですね、のホースを今回、高圧ホースを、交換するんですけど、よく皆さんやっぱり漏れてます。滲んでます。取れちゃった。っていう人もいます。で、僕はにじみタイプなんですけど、ちょっとエンジンオイル交換してるときに、フィルターのところが濡れてまして、で、ブロックからも濡れてて、おかしいなと思って、ブロックから漏れてるはずないんで、まあわかんないけど、そんなことあるかなと思って、フィルターも、まあ前きっちり閉めたばっかりだしっていうので、なんでだろうなと思って、ちゃんとまあ閉まってたんで、そうしたら、パーステホースって、まあ、まあリターン側とこう、戻ってくると入る方両方あるんですけど、そこのかしめ部分が両方とも、ものすごい弱くって、まあ、高圧ホースなんで、ちょっとそのかしめ部分から漏れちゃうのかもしれないんですけど、で、両方側から漏れてて、リターンの、最初の入り口ら辺が、ちょっと滲んでたのは認識してたんですけど、ポンプの方に入ってくところも、なんか漏れてたみたいで、そこからこうずっとエンジンを伝って、液マニの方から、フィルター付近まで垂れてて、で、アンパネにこうフィルターの下にこう垂れてる跡があって、おかしいなと思って。で、パーステのリターンの方がちょっとアンパネに下に滲んでたのは、認識してたんですけど、そこはもう下に直で落ちるんですけど、ポンプ側のでエンジン本体を伝ってこう駅前の方まで垂れてくるんで、サーキット走行なんかして高温になる人はマジで炎上案件です。これは本当に燃えます。で、僕もそのつくば走った時にマーシャルさんが僕のところ走行後に来て、ちょっと黒旗は出すレベルじゃなかったんだけど、白煙がちょっと見受けられたので、車ちょっと確認させてくださいっていう感じで、こう、まあ、全部エンジンルームから一周見てもらって、で、その時は、インタークーラーウォータースプレーをめちゃくちゃ吹いてるんで、エンジンルーム内ちょっと結構濡れてて、蒸気が上がってることがあったんですけど、もしかしたらそっちじゃないかなっていう話とかもして、でもよくよく考えたら、なんかちょっと、そういえば滲んでたような気がしたなと思って、もしかしたらパーステじゃないかなと思って見たら、やっぱちょっとパーステっぽいので、しばらくちょっと走ってないんですけど、つくば後に。で、本番のつくばがもう控えてるんで、それまでに絶対直したいのと、で、ちょっとできればシェイクダウンも一本走りたいんで、ちょっともうすぐ、パーステアリングラックは変えないんですけど、とりあえずホース変えて、漏れないかっていうのをちょっと、確認して、走りたいので、はい。なんでちょっと、今回はパーステのホースの交換動画になります。ちょっと僕もやったことないんですけど、ちょっとスペースも狭そうだし、ちょっと挑戦してみるっていう感じです。はい。で、パーステホースはこちらですね。で、こっちの、まあ、
入り口側だけホースちょっと一応新品にしときます。で一応漏れてる箇所っていうのがこっちここですね。これがこうエンジンの方にこのままここはもう直で垂れてくんで、でこっちのリターンの戻ってくる方は下にエンジンないんでこうね、まあ壁じゃないけど壁な方なんで、一応そのこのかしめ部分とあの下の奥のかしめ部分と奥の方にもあるんですけど、そっちがちょっとねにじんで漏れてきてます。はい。でちょここのホースを新品にしてます。こっちの上のはクーラーになってるんでこれはそのままにするんですけど、まあちょっとねゴムが劣化してるとね漏れる原因でもあるんですけど、とりあえず今回はこっちとここですね。いやーすぐ終わるかな、ちょっとこの後予定があるんだよね。はい、今アンパネ外したんですけど、やっぱりもうこんな感じでかなり漏れてますね。これこの前見た時は全然こんな漏れてなかったんですよ。ちょっと滲んでて、で赤でもなかったからパーステフルードだなって気づかなかったんですけど、エンジンオイルかなみたいな。だけどこの赤色なんで確実にパーステフルードです。いやーこの前ちょっと滲んでたぐらいなのにもう一気に劣化が進んでこんな漏れてます。でこんな感じで、うわやばいねこれマジで燃えるよ、あぶねー、これやばいな、いやーすごいやばいよこれ。ここら辺が漏れてるんでやっぱこっちの入り口の方から漏れてんじゃないかなって思います。前側が全体的に濡れてるんでやっぱそうですね。はい、今ちょっと見てたんですけど絶望的な位置にいます。あそこに、あそこともう一個あの横に、そっちの横にいるんすよね。最悪手前のはこっから行けるけど、そっちのがだいぶきついな。これラック下ろしてやるもんなんだな多分これ。いやーどうしよっかな、強行突破で行くしかないかな、このままで。いやーこれは苦戦しそうだ。はい、今摘出が終わってこんな感じでここから漏れてるんですよね、このカシミから。でこっち側はここのかしめから、このかしめから漏れてるんでエンジンに垂れ流していっちゃうという感じです。で今撮ってたんですけど、とてつもなく大変です。 VAB の作業の中で一番大変だったかもしれない。ちょっと大変すぎて動画撮る余裕がなかったんですけど、取り付けの時はちょっとできたら今撮りますんで、まあこんな感じでエアクリ外してピッチングストップ外してっていう感じです。はい。でスタビもちょっと緩めて真ん中の、パワーブレースも撮ってます。あそこ2個外れてると思うんですけど、あそこです。ちょっとねパーステラック下ろしてはないんですけど緩めて動くようにして、この隙間からここの隙間からアクセスして 17mm と手前が 14mm で回して取った感じです。かなり厳しいんでこれもし車上でこのまま
やる人は絶対におすすめしないです。やんない方がいいです。戻せるか分かんないか不安なのでちょっとやばいです。はい、今ホースを入れてこれ、ここ板状ボルトなんですけど、ここになんかワッシャーっていうかこの黒いやつ、これもまた再利用してください。でこれはここにつくやつで、で奥あれが難しいんだ、入れんのが、何入れんのが難しいんだよな。そしたらねこのホースを入れていくんですけど、とてつもなく大変、これマジでもう入るか心配なぐらい入んないんじゃないかなと思ってます。これいや入るかな、だいぶ自由度が出た。あ、映ってる、これ映ってねえんじゃないの、映ってるか、そしたらちょっとね作業をちゃんと詳しく撮れなかったんで、まあスタビとか全部あれ外して、で2個ホースつなぐ場所があるんですけど、あそこまずここ、これですね、これはまあ見ての通り今この場所から作業ができて、こっちですね、こっちはあそこにあるんですよ、ここにあるんですよ。でここのちょっとねパーステラック、
パステラック自体も外しててフリーな状態です。でちょっと動かせることによってここからと、あとこっちのねドラシャの方からこう上から行って、こういう風な感じ、こういう風にこうです。でちょっとずつ両サイドからこっち回して、こっちのラックの方行って、ドラシャの方行って、ラックの方行ってって言って、ちょっとずつ回すと手で回るようになるんで、それでなんとか行きました。いやでももうね、この作業は本当にやりたくないね。フルードも垂れてくるし、これからちょっとエア抜けはしないといけないんですけど、いやー全部ちょっとつけて、ちょっと元通りにしていきたいと思います。上も一応このクランプは再利用してますけど、これとここもしっかり締めて、でこことあと向こうと、あとブレーキのあれもマスターシリンダーみたいなもう一回取ってね、やりました。あ、そうだ、あとあそこの見えるかな、あそこの、あそこのちょうどあそこのあのちょうどネジ、パイプ両方つないでるやつ、あれもあの最初から締めちゃうと自由度が効かなくて、あの刺せなくなるんで、ラックに。ただあれ後からつけるの厳しいんで、ちょっと仮止めしとくような感じでつけておいて、であそこはねもう極小ラチェットで10ミリなんですけど、極小ラチェットで最後締めました。そんな感じです。お気に入りの極小ラチェット、こんな感じ。はい、そういうことで、無事にそのパーステオイル、パーステホース交換ですね、終わりました。一応でもう本当に大変だったんで、ちょっとやりたくないっすね。またホース交換っていうのは、まあ納車からも6年経って6年目の交換だったんで、まあ5年ペースで交換かなっていう感じですね、この調子だと。で、ステアリングラックもまあ多分そろそろ来るはずなんで、またあそこの高圧ホースのつなぎ目をやるって考えると結構大変っすね。もしちゃんとやっぱ作業スペース作るんだったら結構いろいろ外す感じにはなりますけど、ちょっとめんどくさいんで、まあ最低限の外しでやりたいところであるんですけど、で一応エア抜きもちょっとね苦戦したんですけど、いつもタイヤ上げながらこうやって抜くんですけど、結構ねブルブルが収まんなくて、結構永遠にずっとやってて、でちょっとその後普通にちょっと走ってみて、タイヤが地面に設置してる方がまあ負荷がかかるんで抜けやすいっていうのも聞いたんで、まあそのまま地面つきながら末切りと、あとちょっとまあ軽く走行して、最初はもうほんの少しなんかちょっとブルってきたかなって思ったけど、まあ乗ってるうちにも抜けるんで、一応問題なく、無事にエア抜き終わりました。はい。で周りもちょっとあの垂れてた残りはちょっと垂れてたんで、それはあるんですけど、漏れはあのなさそうです。無事に交換終わったんで、皆さんもちょっと、よくねやっぱダブルアレックス燃えてますよね。あれって完全にもうやっぱりもうパーステフルードだと思うんですよね。そこパーステのフルード垂れてるの知らずに放置して乗ってると、やっぱりそれが火災の原因になったり、まあ、あとは漏れてなくてもやっぱりクラッシュしてねフロントから行っちゃうとフルードが駅マニあたりに垂れてとか、まあやっぱ定番の燃え方なんでダブルアレックスはね。
まあちょっとレイアウト的にしょうがないところあるんですけど、なるべくやっぱはい気をつけていきましょうということで、皆さんもちょっとチェックして、愛車を守ってください。はい、という感じで以上です。あ、でちょっとこれから富士走ります。はい。